これは藤吉田市内の交差点を捉えたドライブレコーダーの映像です青信号を右折しようとする軽乗用車と横断歩道を歩く女性が確認できます次の瞬間加速して右折した軽乗用車と女性が衝突女性は跳ね飛ばされ 左足首を骨折する大けがをしました <laughs> なぜ日中の見通しの良い交差点で事故が起きてしまったのでしょうか失礼します、はい、こんにちはこんにちはよろしくお願いしますあこちらこそよろしくお願いします山梨県警の交通部トップ 和田博樹交通部長に事故の原因を聞きました。どうしてこの明るい時間帯で見やすいなと思うんですけれども、これ事故が起きてしまいましたよね。これまずどうしてこの事故が起きてしまったんでしょうか。交差点に入って対向の歩行者が自分の進路から外れ。 対向車両が横断歩道の手前で停止しようとしたことから自分に進路を譲ってくれたものと勘違いして急ぎ交差点をショートカットして横断歩道を斜めに通過しししようとしましたこの時右前ピラーの死角にいた同歩行の歩行者の発見が遅れ結果として重傷事故となってしまった事故です。 去年1年間に県内で起きた車と歩行者の交通事故は236件で、このうちの半数以上が交差点で起きています。交差点事故のほとんどは横断歩道上で発生していて、死亡事故は4件に上っています。運転手の安全確認が不十分なことや、脇見運転が主な事故の原因です。 信号機のある十字路交差点で右折する際には、どうしても対向車両に注意が行きがちですが、自転車や歩行者の飛び出し等もありますので、周囲への注意を十分行っていただきたいと思います。少しの気の緩みで、加害者になりかねない交通事故。さらに、日没の時間が早くなるこれからの季節は、 特に注意しなければならない現象があるといいます時刻は午後7時になりました完全に日は暮れています暗いですねこの時期に気をつけてもらいたいことがありますので二人で体験してみましょうお願いします西谷さん 対向車がいますね気をつけてみてくださいあ、ほんですねライトが眩しいです、ね、ちょっと止まってますねはい、あ、本当だ対向車、なんで止まってんだろ西垣さん何か見えませんかあ、今ライトがチカッとしましたねあ,あ、え、え、あ、人人がいますね横断歩行者がいたんですね全く見えなかったです自分の車のライトと 対向車のライトが重なり間にいる歩行者が見えづらくなるのが蒸発現象ですヘッドライトの光がぶつかり合い一時的に強烈な光の反射が発生することが原因です残念ながら蒸発現象ってドライバー側から防ぐことはできないんですよ ですから、こういった現象があるということを認識した上で、運転していただくことが大切だと思います県警は、歩行者は不用意に車の前を横断しないことや、夜間は明るい色の服を着ること、それに反射材をつけることが、自分の身を守ることにつながると呼びかけています。道路にには常に危険が潜んでいると いいうことを再認識していただき悲惨な交通事故を一件でもなくすよう交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践に努めていただきたいと思います。